はい、それでは私の2020年独断映画ベスト10です。まあ、例年以上にこんな状況なんで、劇場で作品は見えていません。すいません、ご了承ください。まず、洋画ベスト5です。5位、ケネス・ブレンガー監督主演のシェイクスピアの庭。ウィリアム・シェイクスピア、この人生最後の3年間を描いた作品です。監督のもう渾身の思いが詰まってますね。で、私もですね、実はコロナで、閉館していた劇場で、久しぶりに映画を見ました。で、映像がここに染みても、涙が出たんですよね。で、この撮影監督を務めたザック・ニコルソンのこの映像がですね、この暗闇で輝くんですよね。こう、そしてイギリスの風景が、心に焼き付きました。4位、タイカ・ワイティティ監督のジョジョラビットですね。第二次世界大戦、末期のドイツに生きた人々の姿をユーモアを交えて、とっても斬新なキックスで描いています。第44回トロント国際映画祭で最高賞の観客賞を受賞しました。とっても愛すべき作品です。でですね、映画の冒頭で、ヒトラーに熱狂するドイツの国民のその記録映像に、ビートルズの抱きしめたいをかぶせるとい う大胆な演出から始まって、ラストシーンではですね、デビッド・ボーイのヒーローズのドイツ語版が流れるという、もう、たまらない展開でしたね。で、次、3位。はい。アスター監督のですね、ミッドサマー。このミッドサマーはですね、その草花を飾って、民族衣装を着てダンスを踊る、そのスウェーデンの、まあ、夏至の、お祭りです。で、人類学を研究する学生たちがですね、奥州の村で開催する90年に一度の、祝祭、お祭りに参加します。明るく透き通った空気の中で、惨劇が続きます。この白夜の明るさと残酷さの共存、これがなんか新しい怖さを生み出しています。そして、細部のユニークな美術も、見応えがありました。2位、ボン・ジュノ監督のパーサイト、半地下の家族です。まあ、今年のアカデミー賞でアジア映画として初めて作品賞を受賞しましたけれども、まあ、あの金持ち家族を騙して底辺の家族全員が職を得るという、まあ、ある意味、コミカルで痛快な展開なんですけども、しかしその後、想像を絶する想像を超える怒涛の展開が、始まります。で、まあ、韓国の格差社会を皮肉っただけではなくて、なんかとても得体の知れない、世界を体験できました。そして1位です。サム・メンデス監督脚本の1917、命をかけた伝令です。第一次世界大戦、ですね。まあ、これ、あの、監督の、実は、祖父の、体験談、元になってるんですけども、若いイギリス兵二人がですね、最前線にいる仲間、1600人の命を救うために、重要な命令を、指令をですね、伝達するために、敵陣を突き抜ける、駆け抜けるっていう話です。もう、あらゆる通信手段が、途切れてしまってんで、人が伝令で伝えるっていう、もうそういう設定ですね。この兵士がひしめく塹壕、それから廃墟になった街、花びらが舞い散る、川、戦闘が続く最前線と、もう波乱万丈の展開です。ほぼ前編が長回しのワンカット、撮影のように感じますね。で、戦場のリアルさ、本当に痛切に感じました。そして、戦争映画でありながら、時に、絵画のような、これまで見たことのないような、技術的な映像にも出会います。はい、次は、邦画ベスト5です。第5位、ゆきさた監督ですね。劇場、又吉直樹の小説の映画化です。演劇に関わる人たちの、まあ、苦悩や葛藤を描いているので、ある面、現在のそのエンターテインメント界の、業界の姿と、まあ、重なっている部分があるんですけども、これですね、実は、アマゾンプライムビデオとして、全世界同時公開と、その日本の全国20館のミニシアターでの劇場公開という、前例のない公開スタイルでした。で、北海道ではですね、シアター機能だけで、劇場公開されました。はい、4位。周防正行監督の活弁です。
サイレント映画時代を舞台に、活動弁士になることを夢見る青年を主人公にした、まあ、ある面コメディーですね、なんですけども、実は短いフィルムをつなぎ合わせて、独自の作品にしてしまうなんか、すごい物語的に面白かったんですけども、まあ、ちょっとドタバタ劇のテンポが悪くて、間延びしてしまったところはちょっと残念でしたね。3位、山田洋次監督の男は辛いよ、の50ですね。おかえり、とわさん。1997年の男は辛いよ、とわじろうハイビスカスの花特別編以来、22年ぶりに、制作されました。楽しい、本当に楽しい、いろんな工夫が凝らされています。で、新しい物語であるとともに、その過去の作品のコラージュでもあるんですよね。まあ、トラさんの、様々な姿があって、このトラさんと遊ぶという山田洋次監督のその職人芸ですね。職人芸が楽しめます。2位、岩井俊二監督のラストレーター。岩井監督の出身地の、宮城県で撮影されました。まあ、ドローン撮影を多用していて、なんかとっても透明な空気感あります。で、まあ思わぬ展開の連続で、その岩井ワールドっていうものが、まあ、楽しめるんですけども、前半で仕掛けられた伏線がですね、こう作品を叙情豊かに、本当に叙情的に、彩ります。広瀬すずの演技、なんか初めて上手いと感じましたね。そして、ラストシーンの美しさ。これはまさに、弱い作品でした。そして、1位ですね。大林信彦監督の遺作。海辺の映画館、キネマの玉手箱。20年ぶりに、尾道でロケした、179分。まあ、3時間の対策です。反戦映画であるとともに、たくさんのギャグが散りばめられています。で、多様な映像表現が、盛り込まれているんで、本当にキネマの玉手箱っていうのがまさにふさわしいですね。で、戦争への深い怒りと、その戦争の実態をなんとか後世に伝えたいという、その切実な願いが込めてます。で、この作品、実は、中断するんですよね。未完なんです。で、世界が平和になるまで終わらない。そういう、初めての映画です。はい。では、ここで一曲。海辺の映画館、キネマの玉手箱。このサウンドトラックから、やはり、オープニング、お聞きください。